こんにちは、ハルアンです。今日はベーグルをなんと6種類も作りたいと思います。ベーグル焼きまくりです。というのもちょっと前に私のねベーグルレシピ、お気楽ベーグルっていうのをね動画にしたんですけど、ありがたいことにかなりたくさんの方々に作っていただいているようで、コメントとかインスタグラムとかたくさんねいろいろ作ったよって報告いただいたんですけど、そのなんとアレンジバージョンを今回は6個作って動画にドドドーっとまとめたいと思います。もうベーグルってだけで美味しいんですよ。なんかこうもうアレンジ無限大だし、すっごく楽しくてすごく美味しいものばっかりできたので、紹介するのもウキウキだし、これを見てさらに皆さん発想をこう膨らませてもらって、いろんなベーグルにチャレンジしてほしいなとも思います。どれもこれも美味しいので、ぜひベーグル沼にハマりましょう。まず今日作るベーグルのアレンジをご紹介したいと思います。発表します。でも結構思ったんですけど、私の思考、何、私の好みめっちゃ出てるからめっちゃ好み出てるから、ちょっとなんかこう偏ってるかもしれない。なんか変わりネタがいっぱいある気がするな。では1つ目はズル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 、じゃーん、ごまです。まあこれはね結構シンプルってシンプルなんですけど、ごまベーグルめっちゃ美味しいです。もう美味しすぎて止まんないってなるのがごまベーグル。シンプルで普通の生地にただ黒ごまをいっぱい入れて焼くだけなんですけど、黒ごまベーグル最高に美味しいので、もう舐めちゃいかんごまベーグルです。はい、そして次はズル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 、じゃーん、よもぎベーグルです。私よもぎパンが大好きなんですね。で、よもぎのベーグル作ったらどうだろう、美味しそうだなと思ったら、もうすっごく私ヒットで、ベーグルといえばよもぎっていうぐらいよもぎベーグルが最高に好きなんです。では第3番目、じゃーん、チョコレート。もうお店とかのちょっとだけチョコレート入ってないみたいな現象はもうおさらばですよもうチョコをふんだんにプリと好きなだけ入れていきましょう。ジュルジュルジュル、じゃんじゃん、ドライフルーツです。ドライフルーツもまあ定番だと思います。レーズンベーグルとかだけど、今日は私すごく欲張っていろんなドライフルーツを入れたいと思います。お食事系の第1つ目はバジルで、バジルハムチーズベーグルです。生地に乾燥バジルをね練り込んで、すごい熱いんですけど、どうしよう、エアコンガンガンつけてんのにすごい熱い生地に乾燥バジルをね混ぜ込んで生地を作ってから、ハムを巻き込んだりチーズを巻き込んだりしてベーグルを作ります。これはすごく美味しいです。で、あとはもう一つクミンチーズベーグルです。ちょっとねチーズかぶりしちゃってすっごく迷ったんですけど、クミンチーズめちゃめちゃ美味しいんですよ。ハムチーズ、バジルハムチーズはまあ定番というか味が想像できると思うんですけど、クミンってなんじゃそれと思ってる方は本当に試してほしいですね。クミンってよくカレーとか作るときに使う、まあ代表的なスパイスではあるんですけど、クミンなんかこうカレーではないんですよ。カレーではないけど若干カレーだし、なんかこう異国の味というか止まんないですね。なんかちょっとおつまみにもなるんじゃないかと思うくらい、とてもクミンチーズ美味しいのでおすすめです。では6種類ねガーッと作っていきたいと思います。まずはごまベーグルから作っていきたいと思います。基本の分量です。強力粉 250g、 強力粉 250g とか、あとなんだろうな、塩とか砂糖の量は全部変わりません。全部同じ、統一して大体アレンジしていきます。砂糖 15g、 お塩は 4g です。 4g のお塩、ドライイーストは 2g です。砂糖の近くに 2g ぷいっと、もう入れられるだけ入れるのが私のポリシーで、いつも私ドバーって瓶ごとひっくり返して入れちゃうんですけど、今日はなんとなく測ってみますね。まず大さじ2杯入れてみようかな。あー結構入った。でもね、もう1杯いけるんですよね、これで。大さじ3杯いきましょう。はい、そしたらお水を 140ml 入れます。ドバドバ、ゴムベラで混ぜる。もうごまは粉の計量と一緒にやっちゃう、これがポイントです。で、ごまをもう粉みたいにして扱っていく。そうするとまんべんなくごまが回って楽ちんです。だいたいシャバシャバとした水気がなくなったら、はい、ギュッギュッとこねます。
こんな感じで粉気がなくなるまでこねたら OK です。ラップを広げてラップでくるんで、はい、冷蔵庫、野菜室がおすすめです。まあ冷蔵庫でもいいんですけど30分寝かせます。よもぎベーグルを作るときはまず強力粉 250g、 砂糖 15g、 塩 4g、 ドライス 2g は同じですね。こっからがちょっと違うというか、ちょっと違うところがありまして、それはよもぎを入れるわけなんですけど、よもぎはどんなよもぎを使うかというとなんかこの間ね、料理系 YouTuber のねバーベキューに行ってきたんですよ。そしたらよもぎベーグル作って持ってったの。このよもぎベーグルはよもぎを摘んでから作ったんですかってね言われてねもうね、それ結構ガチなね、そのなんていう質問というか、よもぎを摘むところからこう考えられる、もう食への探求心がすごいなと私は思いまして、今度摘みに行こうと思いますが、まあちょっと皆さんね、それはね摘みに行ってくださいなんて私が言ったらえーってなっちゃうのもあると思うしそんな時にじゃーん、このよもぎパウダーというのが活躍します。まあこれもスーパーでね簡単に買えるわけではないので、これは富澤商店で買っているよもぎパウダーというものなんですけど、これめちゃめちゃおすすめで、これはただ単にお水とかお湯、ほんとお湯って書いてあるんだけど、私はお水で戻してます。お水でちょっと戻したらそのままバーンってこうなんていうの、液ごと加えて生地を作ればよもぎ生地になります。今日は 10g 使います。結構入れます。よもぎパウダーを 10g、 おお 11g、 もは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 ーってしてるから結構咳き込む感じ。もう今私喉がツンってきてる。本当は 140cc のお水でベーグルを作りたいけど、よもぎパウダーに取られる水分とか考えてちょっと多めでもいいかもしれないです。私150にしてきますね。お水150を入れます。うおー、すごい色。でもね、このよもぎがだんだん生地に回っていくといいね。黄緑というか、あの草もち色よ、まさに。ラップに包んで、よいしょ。はい、こちらも30分寝かせます。4分くつ、よいしょ。そしたら軽く丸めます。もうね、生地を見てもらうと分かると思うんだけど、もうつぶつぶ、もうごましかないってぐらいごまがもうすっごくあるんだけど、これで最高に美味しいベーグルができるからね。よいしょ。まず閉じ目を上にして、はい、伸ばす。楕円に伸ばしたらくるくるっと丸めて、つまむつまむつまむ。ここを綿棒でグリグリ、はい、こっちもグリグリ、あ、ちょっとこっちでしたね。はい、ねじって、はい、付け根を合わせる。こんな感じで成形して、ごまがごまごましてるよ。よいしょ。いや、なんかほんとよもぎ餅みたい。オーブンシートの上に並べてちょっと霧吹きをかけます。乾燥しないように霧吹きかけて、だいたい30分ぐらい、だいたいっていうか30分と私は決めてるので、まあ今日は暖かいから余計30分でぷくっとするかなと思うんですけど、30分かけて発酵させて茹でて焼いてをしていきたいと思います。では次はチョコレートベーグルを作りたいと思います。3種類目で、チョコレートはココア生地にしてチョコレートを巻き込んで焼きたいと思うので、ココア生地にするためにはまずこの強力粉と砂糖と塩とライイーストを入れた後にココアも入れる必要があります。ココアパウダーはあの本当に何もお砂糖とか入ってない純ココアパウダーみたいなやつを使います。 20g のココアパウダーをまず入れて、結構ねココア生地は難しくて、
乾燥が早いというか、ちょっとね、パサパサっとする生地になりがちなので、もしかしたら150でも若干少ないかもしれないです。はい、野菜室に入れます。はい、次はドライフルーツをふんだんに混ぜ込んだベーグル、まあドライフルーツを入れたベーグル、なんて言ったらいいんでしょうねを作りたいと思います。絶対美味しいじゃない。で、生地としては普通にプレーンの生地を作ります。なので、本当に何も入れずに強力粉、砂糖、塩、ドライイースト、水だけで作る。で、140cc の水を入れて、この生地をまず作ってからドライフルーツに取り掛かります。で、ドライフルーツの話を先にしておいちゃうと、毒を使うのはレーズンとドライクランベリーとドライイチジクです。で、私いつもこの3つが結構冷蔵庫にあることが多いので、この3つなんですけど、普通にあとドライマンゴーとかも美味しいと思うし、アプリコットとかも絶対美味しいですね。ベーグルってニューヨークって有名じゃないですか。ベーグルの勉強をしたんですけど、ユダヤ教の人たちがニューヨークに、移民としてやってくるわけ、移民というか移住みたいな感じでやってくるわけだけど、その時に広まったのがベーグルなんですって。歴史深いというかねすごい単純な考えなんだけど、なんか歴史的にもね、重要なパンなんだなってことを知って、本場のベーグルを食べに行きたくなりました。こんな感じで、ではこれも30分寝かせますね。まずレーズンです。じゃーん、レーズン 50g ぐらいかな。で、ドライクランベリーです。今入れてるのドライクランベリーは 30g ぐらい。このドライイチジクですね。このイチジクすっごく美味しいから、ぜひ入れてほしいです。で、ドライイチジクはそうね、6粒ぐらいかな、このぐらいで、このまんまやるんじゃなくて刻んだ方がいいです。で、本当はお水でちょっとこう戻してから刻んだ方がいいんだけど、私ちょっとめんどくさいので今この状態で刻みます。ちっちゃい結構ね、イチジクではあるんですけど、4分割ぐらい、レーズンとクランベリーと同じかちょっと大きいかぐらい。よいしょ。この量に対してお水 50cc ぐらいかなに入れます。全部吸わせるってわけじゃないんですけど、こんなに入れないですね。で、こんな感じでまぶして、ちょっとだけふやけるといいなぐらいの気持ちで、よしよし、こんな感じでちょっと水につけておいて、ふやかし気味にしておきます。で、この時ラム酒でもいいですね。お水じゃなくてラムでも美味しそう。それは大人向け。30分経ちまして、発酵が終わりました。こんな感じ。なんかね、黒ごまの方もよもぎの方も結構ぷっくりと大きくなりました。よもぎの方はふわーんとした感じ、もっちりと膨らみましたね。そしたらですね、茹でてオーブンに入れていきたいと思います。で、まず茹でる作業をしないといけないので、1リットルのお湯に大さじ2杯のお砂糖を溶かします。大さじ2杯、1リットルのお湯に大さじ2杯のお砂糖を溶かして、で、もうブクブク沸いてきました。で、オーブンも余熱をね、お湯を沸かすのと同時ぐらいに始めています。210度です。もうあと余熱があと15秒で終わるのが分かっているので、茹で始めたいと思います。まずはごまから、いけー。で、まず表面だった麺を逆さにして入れて50秒スタート。2台同時に終わったから、なんかピー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 ってなった何かと思った。そしたらひっくり返していきます。で、今ね30秒ぐらいです、残りで。あと残り10秒ぐらいになったら引き上げ始めて、引き上げピッて終わったら終わるみたいな、わかります？イメージで、そんな感じです。で、こんな感じでちょっとお湯かけつつ茹でようか。はい、残り10秒ぐらいになったので引き上げていきます。よいしょよいしょ。まあこれはね、もう茹で作業とかは慣れですから。お、いい感じで終わったよ。はいはーい。はい、そしたら、はい、茹で終わったベーグルちゃんたち、ほかほかです。湯気が立ってる、見えるかな。はい、オーブンで焼いていきます。
私はいつも同じお湯で一気に茹でちゃいます。4回ぐらいまでは同じお湯でいけると思う。はい、で50秒スタート。でさすがにお湯の量というか水分量が減ってきちゃうんですよ。あ、減ってきたと思ったらお水とお砂糖を足してまた茹でてます。でチョコレート系とかね、茹でちゃうとちょっとチョコレートがこうにじみ出ちゃってっていう時があるので、そういう時はお湯変えてるかな。でもよもぎとごまぐらいだったら全然つなげて私茹でちゃいます。はい、じゃあこちらもよもぎもオーブンに入れちゃいますね。そしたらチョコレートをもう乗せたいだけ乗せます。ベーグルはね、ほんの少ししかチョコレート入ってなかったりするんですけど、お店のなんか恨みでもあんのかってぐらい言うけど、そんなことはないんですよ。だけどもうチョコを入れるとなったらとことん入れたいので、私はこんな感じでもうチョコまみれにして巻いていきます。なるべくチョコをこう押し込むように巻いていく。中に中にで、ぐるっと巻けました。そしたら閉じ目をしっかり閉じて、端っこを綿棒で押しつぶす。そうね、端っこにチョコを入れすぎても今度この作業ができなくなっちゃうから、ちょっと端には入れない方がいいかも。ずっとねじってたんですけど、ねじらなくていいです。はい、このまま止める。ねじるとちょっとチョコレートが見えてきちゃう可能性が大なので、あ、ここも結構チョコレートが見えてきた。止める。ごまベーグルちゃんです。ダダダダダーン、かわいい。これまた素朴に焼きました。でね、焼き色がつくから若干よもぎ感減るんですけど、中割るとすっごいよもぎなのでご安心ください。で、これをなんとなく掴んでふいっとのせる。はい、そしたらこれをくるくる巻いていく。で、巻いて閉じて綿棒でぐる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 やったら、はい、これをちょっとひねってみます。これは多分ひねれる。ドライフルーツは柔らかいからひねってもそんなに破れないし、かな、大丈夫かなと思うので、うん、やっぱねじった方が可愛いですね。そしてすごくずっしりなベーグルになりますね。最後の2種類です。バジルハムチーズベーグルを作ります。で、バジルは今回乾燥バジルを使いたいと思います。でもね、フレッシュなバジルみじん切りにしてそれ使っても美味しいです。基本の材料は一緒です。そこに乾燥バジルをもうこねる前から加えちゃいます。だいたい大さじ1ぐらいかな。次はクミンチーズを作ります。クミンチーズもここにクミンシードというものをもう加えちゃいます。クミンシードとはこういうものです。これだけちょっとカレーじゃないんだけど、ちょっとカレーの匂いがする。もうね、美味しい。私クミン大好き。で、クミンも大さじ1杯加えます。ちょっとクミンにしては多いと思う。ん？スパイスにしては多いと思うけど、このぐらいが美味しいです。いい感じ。うん、おー、美味しそう。これはね、まあ見た目は普通ですね。中開けるとぎっしり入ってるよーという感じになると思います。美味しそう。大きめに広げたら、じゃん、ハム。そしたらこうやって2枚、贅沢に2枚使います。で、これはピザ用チーズです。ちょっと今日細かいピザ用チーズを買ったので、どうかな、ちょっと巻き込みにくそうな予感がしていますが、頑張れ頑張れ。あー、ダメね、チーズがすっごい巻き込みにくい。あ、でもいけるいける、いける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 、よし、ゲット。はい、こんな感じ。おー、いいんじゃない。よいしょ。はい、できた。そしたら一旦置いて、どれかな、中にハムとチーズが入ってないクミンのやつに1個に、よし、チーズを乗っけて、うわー、じゃあ焼きます。ハムとチーズを巻き込んでないベーグル
に、まあ、オリーブオイルと塩をかけて焼きたいと思います。ちょっとオイルかけて焼いたらどうなるんだろうなって思うので実験してみます。たらーっと結構さっぱりかけてみる。で塩もかけます。もともとベーグル塩気強く私ちょっと作ってるんですけど、さらにちょっとフォカッチャみたいなイメージで焼いてみます。こんな感じ。オリーブオイルがかかるとちょっとテカってするね。では焼いてみますね。おいしそう。チーズがとろけ出てきてたりとか、こっちはなんかちょっと皮目がさ若干揚げた感じ、ちょっとパリッとしてますね。おいしそう。お次はクミンチーズです。まずこの迫力満点のチーズのせ、これはたまらんね。あとは中にとろーってあるんだろうなと思わせたりとか、普通に焼いたやつですね。もうこれとかすっごい表面が綺麗ですね。ごまは本当にごまごましていて、裏もごま、表もごま、側面もごま、全部ごまって感じの本当にずっしりごまごまです。断面ももちろんごまですね。あーちょっと待って待って待って、ごまの香りがすごいよ。ごま好きにはたまらない。では次はよもぎを。うわぎっしりチョコレートですよ。これまたふわふわな感じ、ふわもちな感じで、入ってるところはぎっしりイチジクが。うん、おいしい。オリーブオイルと塩をかけたバージョン食べてみたいから、これ食べてみますね。おお、表面はいつもよりもちょっとパリパリしてる感じです。うん、うん、ふん、クミンハムチーズです。クミンの香りがぐわっと広がってすっごく美味しいです。すっごく美味しい。私ナンバーワンクミンハムチーズかもな。深いよもぎはい、ということで、すっごく美味しくてね、いい感じのベーグルが6つ、6種類も焼けました。ぜひぜひ皆さんもベーグルね、楽しんでみてくださいね。ということで、今日の動画を見てくれてありがとうございました。この動画で少しでも美味しそうと思ってくれた方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。今日の黒板じゃん。ベーグル、ハマると止まらない。そう、ほんとそうなの。ベーグルって作るのも食べるのもハマると止まらないんですよ。ベーグルを作らないともうムズムズしてきちゃって、ベーグルを食べないともうムズムズしてきちゃってっていうベーグル依存期みたいなのがやってくると思います。皆さん覚悟してお気楽ベーグル作ってみてくださいではでは、バイバーイ。